12月、ひばりは TBS のスタジオで正月放送の特別番組の収録に臨んだ。25曲を歌うワンマンショー。収録前、ひばりを歓迎しセレモニーが行われた。昔思い出したのは頑張れると思いますけど、スタッフの皆さんよろしくお願いいたします。ひばりはスタッフの熱意を肌で感じカメラの前に立った。ひばりであったが、歌が終わるたびに椅子に腰掛け息を整えたという。さらにいつもとは違い、歌いながら動くこともなかった。この番組でひばりは生前最後の CD 発売曲となった「川の流れのように」をテレビで初めて披露した。生きることは旅すること、終わりのないこの道、愛する人そばに連れて、夢探しながら、雨に降られて、ぬかるんだ道でも